はい、皆様こんにちは。ビジュービーベルバンドルズという、ゼンタングルのイベントが開催されてますけれども、皆様はご存知ですか？ゼンタングルのヘッドクォーターですね、本部の YouTube チャンネルがありますので、そちら今回は音声のない動画ですので、そちらぜひ見てください、ね、言葉英語わからないっていう人もね、見れると思います。ハロー I explain about this event of Biju Beaver BandoSo maybe you can understand the video of Zentangle HQ because the video without language. So I want to encourage Japanese people. はい。で、私もちょっと1日目から今初めてやってるドゥーダーからやってますけど、このイベントなんだかついてきてないぞっていう方ね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、本部がね、ビデオレター、ニュースレターか、間違えた、ニュースレターっていうのを配信してまして、そこを登録しますとメールがね届くんですけれども、今5月11日からちょうど、ビジュービーウェルバンドルという無料の動画イベントをやってます。5月はね、アメリカではメンタルヘルスケアね、精神の健康ですね、について考えようというね、そういう月間になってます。こんにちは、きのこのさん。なんで、まあ、こうやって、すごいね、今、短い時間で書き終わっちゃったよね。黒はね、すぐに書き終わるんですけど、せっかくなんでちょっと違うことやりながらおしゃべりしようかなと思ってます。要するに精神的な心の健康について考えたり、イベントをしたりしようね。そして治療とか、または予防に役立てる。そんなことをしましょうという月間が5月なんですね。その話前にもしたかもしれないけど、まあ今日もちょっと一応してみた。そうなんでございます。そして一日すごく短い時間でやってみましょうというので、このビデオですね、一日目8分ぐらいじゃなかったかな、もうビデオ見る時間ないですっていう方もね、ちょっと見れるかもしれない。ご飯おにぎり食べながらとか見てみて、あ、これならできそうみたいな感じだったらぜひね、取り組んでみてください。で、それでもちょっと難しいっていうふうに感じる場合は無理しないで見るだけでもいいし、想像してみるのもいいかもしれない、ね、自分のできることやってみましょう。やらなくても大丈夫です。焦っちゃって、みんなやってるからやんなきゃみたいな気持ちになるかもしれないけど、できなくても別にいいんです。宿題でもないし、仕事でもないので、ね、やれることをやってみましょう。こんにちは、キララシャイニーさん。あ、みんなこんにちはって言ってくれてたかもしれない。こんにちは、今日昼休みにやってねってリクエストされてたのにできなかった。あ、そう、カラーリングね、これ綺麗でしょ。これね、さっきレイン見てたけど、見てたかな、レイン、はい、レインこれレインちゃんっていうね、あれ、これそっちじゃないの、香港の友達からもらったインクで、 This is a inkFrom Hong Kong, my friend Rain, give me this ink. Very beautiful. なんか綺麗な青なんだけど、なんか赤い銅みたいな色が混ざってて、すごく綺麗な色。なんか光ってる。なんか不思議な色。何色みたいな。しかも塗った後と乾いた後全然違う色になるんですよね。なんで使ってみました。何の話だっけ、精神月間の話も終わったっけ、
終わったかな。あ、やることやったらいいよって話だったね。綺麗、ネイルも綺麗。あ、ちょっとね、色がさ、あれ私このオレンジにしたのに、この変なとか言っちゃいけない。この色合わせで大丈夫なのかってちょっと心配になっちゃったんですけど。まあ、いいですか。補色ということで。ネイルね、ちょっと元気になろうと思ってオレンジにしたんだけど、このタイルのなんか青みたいな紫なみたいな色とちょっと合わないですね。大丈夫かしら。で、これ、私はドックペーパーっていうね、これは This is my paper ね。My design paper。これを、やってみてます。インクでこんな風になるんですね。やってみたい。あ、本当ですか？インクね、これね、これ売ってんのかな？日本で。スタイル、なんとか、ジャーナライズ、ファンデンペンインクって書いてある。ドゥーダーってやつだよね、これね。ドゥーダーって私すごい苦手と思ってたんだけど、今もそんなに得意じゃないけど、あ、なんかこの幅もあんまり難しいよね。どっち開けるんだっけみたいなね。ロクちゃんでモザイクしたら綺麗かもだって。あ、本当かな、綺麗かなって私思ったんですけど、なんとなく三角だから三角にしてみようと思って。あ、でも一応ね、三角タイルも描くけどね、この三角ですら大きく感じる人はぜひ6のこの3つの角で三角作れるんで、よかったらやってみてください。それで、なんだっけ、どこまで話したか忘れちゃったけど、まあそんなわけで、毎日1本、11日から21本かな ?31 日までやるのかしら。無料の動画配信、YouTube で見れます。ぜひ見てみてください。はい。ね。っていうのと、今日はいろいろ言うことがあるぞと思って、これ言ってきてねとかも言われてるんですけど、まずまず順番でいくと、7月、トーミーさん、はい、この 3G でも大きく感じるな私、あ、今度私ロクちゃんでやってみようかなだってね。さらにここコストリングこうしちゃえばすごいちっちゃくなっちゃう。はい、6月じゃなくて6月は2ユータングルやります。お楽しみに。地包さん、わー嬉しいです、わーいで、7月6日に、あの東京の多摩センターっていうね、私の、近所なんですけど、家の近くで、すごい皆さん来づらいとこだけど、そこで、CZT のみなんですけど申し訳ない、ブラッシュアップっていうね、イベントっていうかワークショップやります。こちらはアメリカ在住、アメリカのシアトルに住んでる、影山陽子さんというね、とても素敵な、方なんですけど、カラフルな作品描いたり、なんかすごいラブリーなクラスやられてる方で、大好きなんですけど、その方の帰国に合わせてやります。で、CZT になろうかなと思ってる方が対象になっていて、そうですね。申し込んでないって方もね、いいですよ。いつかは受けたいって方でも、まあ良いでしょう。よかったら。まあ、でも CZT とは、みたいな話とか、まあ、ちょっとフィロソフィーの話とかになっちゃうんで、もちろん書きながらね、やっていきたいなと思うんですけど、ちょっとだけ、学びですね、勉強もあるみたいな感じです。そちらは、そう、対面はいっぱいになっちゃったんですけど、もういっぱいなんですけど、満席なんですが、
あの、オンラインの方ですね。今回オンライン、ズームもあって、あの、録画もありますので、そちらよかったら、あの、ご参加くださいませ。はい。後で見れます。復習できるし。その日参加できなくても後で見れますので、よかったら、受けてくださいませ。はい。録画あるんですか？あ、録画一応とか言って、あります。録画あります。すいません、ありますって書くべきだったんですけど、ね、あるでしょう、あります。そうそう。ワークショップ、これ出ないよね。入ってなかった。はい、参加します。申し込みました。伊賀田京子さん、ありがとうございます。トーミーさん、諦めてました。あ、本当ですか？よかったら。まだね、時間、あの、オンラインは特に締め切りないので、寸前まで迷っていただいても全然大丈夫です。やっぱり、っていう方もね、ぜひ、受けてください。で、今7月のが終わの説明が終わり、そしてなんだっけなんだっけとか、8月は京都の、ありますね。京都はオンライン、違う、対面ですね。満席だったんですけど、ちょっと席を増やすことにしまして、あの、若干名ならもしかしたら入れるかもしれませんので、よろしかったらぜひ、諦めてた方、あの、この機会にどうぞお待ちしてますね。諦めてる方いますかね、どうだろう、分かんないけど。で、あと何だろう、順番持って、8月が終わった、次9月はドバイドバイ引き続き、会場大きいみたいで、あの、いくらでもまだ入れますってことなので、ぜひ、あの、ゴージャスな旅をしたいなって方はぜひ。あ、キララシャイニーさん、諦めてた人に言っときます。あ、本当ですか？京都ですよね。あ、ぜひです。ちょっとキャンセル待ちみたいな形になっちゃうと思うんですけど、最初はね、多分入れると思います。確認、要確認でです。よろしくお願いします。あと、なんだかあと、なんだか、あ、ドバイと、あと、なんだっけな、10月はまだなくて、11月が香港も、日本から来る方います。私と古橋みどり CGT で行ってまいりますが、よかったら、いらしてくださいまし。なんか、このビジュービーウェルバンドは本当に短時間で、何も考えないわけじゃないですけど、結構ね、気楽に気軽にできるのでいいかなと思います。そうですね、プロジェクトパック、結構大きい作品とかが続いたじゃない、この前のがすごい大きくて、私まだ書き終わってないんですけど、ので、あれでもうちょっと私疲れちゃったわって方いるかもしれないけど、私もね、休憩中、あ、ちょっと見せたい、途中まで結構進んだんですよ、これ、この、マリアさんのあれなんだっけ、すごい素敵な作品に、もう私あれをインスパイアされちゃって、あれを真似したいみたいな、真似したくて、ここ羽描いてみた、あと、なんか Anything is possible、 これ真似して描きたい。全然終わってないみんなすごい、みんな終わってて、すごい偉いと思いながら見てます。私01で描いちゃって、01が楽しくなっちゃって、01でずっと描いてたら全然待ってないみたいな感じですけど、はい、こんな感じで進めてます。はい楽しみに。いや、汚い机が丸見えね、恥ずかしいわ、こうなってます
素敵すぎます、みんな優しい。いいですよ、もうそんな言ってくれたら喜ぶけど、みんなもすごいです。他の人もすごい、どの人の見てもすごいなと思って。羽がすごい綺麗。そう、羽練習しました。羽練習した。ね。そう、なんか水彩絵の具結構楽しくて、水彩ね、いいんですよね。いいんだけど、難しいんだよね、水彩絵の具って。昔の授業、あったじゃない、あれで、あの学校のね、小学校の時に水彩絵の具使うじゃないですか。だけどなんか使い方の教える先生がいけないのかなんかわかんないけど、今考えるとあれの水彩絵の具の使い方がもう、思いっきりアクリル画紙とかのポスターカラーとかそういう不透明水彩でやった方がいいんじゃないかみたいな感じでしたよね。ポスターとか書かされて。すごい難しいんですけどみたいな。水彩絵の具っての透明水彩って透明ですよね。語彙力がちょっとあれですけど、そう、透明水彩なのになんかぺったり塗らなきゃいけないみたいな、はみ出さずに塗るみたいな、分かんないですけど、なんかそんな気がして難しいなって、苦手意識ね。であれで絵が嫌になっちゃった人結構ねいると思うんですね。私も鉛筆まではまあまあうまくいくのに、あのなんすかね、あの絵の具使った途端になんか様子がおかしくなっちゃうみたいな、ね、あれはね絵の具がいかんと思いますよ私。そう、でもね上手に使うとすごく楽しい素敵になる画材ですよね。ってことで、なんかあんまりいまいちのあれだけど、これでいいっすか。なんか雑に書いてるのがバレちゃう、このインクちゃんのやつ、ね、あ、そうそう、それで今回の BL バンドルはそのビデオには音声がないんですけど、あれですね、ニュースレターで毎日いろんな素敵な言葉が届くみたいな、で、Google 翻訳ね使って読んでいただいていいと思うんですけど、私もねあんまり英語得意じゃないんですけど、あの古橋みどり先生ね、私の大好きな古橋みどり先生、みんなも大好き古橋みどり先生、すごい丁寧に解説書いてくださってて、今3日目ですけど、すごく分かりやすくて、みどりさんのなんかこんなことありました的なことまで混ぜ混ぜして書いてくれてるので、そう、読み物としても楽しいので、ぜひブログかな、読んでみたらいいと思います。はい、で、なんだっけ、そうそう、なのでその文章ですね、マリアさんなんか漫画家になりたかったことがあったって書いてあって、その夢を叶えましょうみたいな感じで、漫画、ちっちゃな漫画が毎日アップされてて、すごいそれも可愛い。それもなんか言葉がなくても通じるツールの一つだなって私は思って。結構なんかその5月の BL バンドル、私このベラベラ喋りながらやってますけど、言葉がなくても大丈夫だよっていうね、励ましを込めてやってくださってるんで、本当にプロジェクトパックとかで、ちょっと私は分からないからって言って諦めてた方もぜひこれを機会にねちょっとやってみたらいいかなと思います。なんかしつこくやっててごめんね、おしゃべりがしたいからすいません。あはは、はそうそう、息子がね中学生になって、唐突ですが中学生になるんだなと思って、昨日ふと見たっていうか、なんていうのかな、子供、まあ、子供じゃなくても猫とかでもいいんですけど、犬とかでもいいんだけど、なんかちっちゃいと思って、ずっとちっちゃいちっちゃい、この子はちっちゃい、この子はちっちゃい、ちっちゃな可愛い子って思ってたら急に大きくなってたりするじゃないですか。猫とかもそうなんです。猫あれこんな大きかったかなみたいな、ふとね、なんか制服とかを着てる息子見ると、ちょっと離れてみるとびっくりする大きさになってたりしますよね。綺麗できた。そうなんですよ。なんで
で、こういっぱいいっぱい作っちゃうんだよね。なんかすごい感慨深いものがありました、ね、あと何だったっけ、あ、インデレーラか。私の苦手なインデレーラちゃん、苦手なやつは書かなくてもいいことにしましょうね。そうそう、今日はハリーだったからハリーを書きたいけど、まあちょっとそれは。インデレーラ去年もありましたよね。私あのタングルどうしても可愛くってか素敵に描けないんですよね。素敵に描ける人が羨ましい。あ、でブラックタイルにお花みたいに描いてるのはすごく可愛かったですね。あとでちょっと描いてみようかしら。ハリー、ハリーはなんかこうこうやつですよね。ハリーってなんかなんだっけ、編み物って意味だっけ、なんか椅子、椅子のこうやって編んでるやつがどうのこうのじゃなかったっけ忘れちゃった。なんかああいうのをハリーって言うんじゃなかったっけ、はい、なんか曲げちゃったけど、まあ、いろんなのがあっていいんじゃないですかね。キノコのさん、シェイ先生も苦手なタングルあるんですね、驚く。あ、本当ですか、ありますよ、ありますよ普通にやります。あと苦手なのなんだから、何かあったかな。そうだな、苦手なタングルの話をしよう。あ、でも苦手でもそれが好きだったら、そういうこと言ったら私あれですけど、あ、でも好きだったら一生懸命書いて書けるようになるんだけど、インデレーラなんかが出来上がって可愛い、なんか素敵にできない私がいるので、なんかあんまり書かないですね。たまに書きますが、去年もそう可愛くしたい、可愛くっていうか、なんか好きになりたいと思って、はい、あの、まあ仕上がりが百歩譲って変だとしても書いていて楽しいタングルであればいいなと思うんですけど、なかなかね、インデレーラは書いていてもすっきりしないんですよ。そういうこともありますよね。でも黒ペン、じゃあ 黒紙に、黒紙、黒タイルだったらもしかしたらなんか書けるかもしれない気がしてきましたので、後でチャレンジしてみます。皆さんないですか、苦手なやつ。私が最初書けなかったのはヌームでしょ、ヌーム、プンゼル、あとなんだろう、結構ありますよ、書けない、書けないというか苦手なやつ、絶対みんなあると思います。書いてみてください、黒タイルに今すか、書けない気が。でもあの真似して書けばいけるかもしれない。インデレーラなんかいつも太っちょになってしまう。なんか太っちょの方がでも可愛くないですか？なんか何で書けばいいんだろう。ペンいっぱいあるよ、ペンいっぱいあるよとか言って。恐る恐る。これシルバーシャドウかな。あ、トリポリ、トリポリもあんまり得意じゃなかったけど、あれは好きになりました。ナイツブリッジ塗り間違い多い。あー、言い方京子さん、うーん、なるほど。ナイツブリッジ私もあんまり昔好きじゃなかったです。今すごい好きだけど、なんでかというと、私の場合ナイツブリッジはあれですね、なかなか仕上がらないなかなか仕上がらないのがちょっと嫌だなって思ったんですけど、今はそのなかなか仕上がらないのが楽しいみたいな、はい、感じですね。せっかちになったんで、昔早く早く仕上げたいみたいな。こんなでした？この音なの？これ。こうなるの？
こんにちはナギアップさん、こんにちはインクゼンタングラートさん、こんにちは皆さん、いつもありがとう。私の苦手なインディレーラーを書いてるだけです。ちょっと元のやつが分かんなくなっちゃったけど、あの黒に書くのなんか楽しいかもしれない。うん、いやなんかすっごくいい感じ、優しい。さすが先生、褒め上手みたいな。そんなことないです。いや難しいですね。難しいけど、この後どうなるんですか。皆さんの苦手なタングル教えてください。マラス、あ、マラス何故。マラスなんでですか。マラス楽しくないですか。あのシェーリングかな、違う、目が回るとか。はい、私の苦手なインディレラ、なんかちっちゃくなっちゃった。インディレラどうやっても反らないか苦手。あー、かっこいい感じにならない。うーん、マラスかっこよく ならない。キノコのさん、カオンさん、こんにちは。インディレラどうやっても揃わないか苦手ね。まあ無理してそういうこと言っちゃう。そうなんです。ハリーは好きですよ。これもう最後こうやって書いていけばちょっとずるですけど、ここはあれですよね、ビトウィードになる最後みたいな。そう、今日東京すごい雨、大雨、夜中なんかもなんか暴風雨みたいなんだよね、台風みたいになってましたね。今日も今も雨降ってる。 OK、 そんな感じで。これはどうするんだろう、ちょっと分かんないけどね。この感じの適当にやったけど色かわいいから、この色合わせでやっていこうかしら。なんか素敵なあれでしたよね、なんかあの本部のやつ、シャッシャッってやってた。誰だったんだろうけど、マーサだったのかな、誰だった、言葉がないから絵の感じで判断してんだけど、誰誰って書いてあったっけ、名前とか。はい、日野くのさん、先生のも素敵です。 ありがとうございます。イニシャル M でした、みんな M なんですよね。マリア、マーサ、モリ、ケム、M、誰だろう。あ、でもそうだ、最後のあれ見れば分かりますね。そうだ、サイン見たら分かるんだ。私がちゃんと見てないことがバレちゃった。そんな感じで、あの三角タイル宣伝、三角タイル欲しいセットね、今売ってるんで、ぜひお買い求めください。私のチュートリアルがついていて、黒タイル、白タイル、そしてあのルネサンスってね、進んでいって、白がない、白じゃん、3つのタイルのどうやって書いたらいいのかなっていうのが分かるようになってます。トーミーさんごめんなさいね。トーミーさん質問です。7月のブラッシュアップのクラス申し込みどこにありますか。本当にごめんなさい、分かりづらくて、私のホームページにあるんですけど、ホームページにあります。先生のチュートリアルとても充実してました、キノコのさん。そう、これ私自分で神回だなと思いながらやって作ってたんですけどね、初心者から大人の方まで、大人って誰よくね分かるかなと思います。あ、こうやってゼンタングルってこういう風になってるのねみたいなのがね、分かりやすいかなと思います。はい、なのであとね10個ぐらいあると思いますので、よかったら、もうね全然最初届かなかったんだけど、届いたと思ったらもうすごい、届かないと思ったらザクザク届き出してみたいな感じで。はい、ではすいません、長々とやっちゃいましたが、そう、サインしてない気がした、赤い爪の人。そう、赤い爪の人多分マーサだと思うんですよね、うん、で2日目がモリーさんだったかなと思います。はい、こんな感じで、これここに三角形現れるみたいな、ここに何か書いてもいいです。はい、では皆様楽しんでね行きましょう。なんかもう楽しめないとかね、疲れちゃったって方ね、せっかくね心を休める時なのに無理して疲れちゃわないように
してください。みんなの作品見て素敵だわって思うだけでもね、きっといいと思います。はい、探します。お話遮っちゃってごめんなさい。全然大丈夫ですよ、ともみんさん。きのこのさん、ありがとうございます。ロックちゃん素敵、ね、もうちょっと書いてみます。はい、説明でした。皆さん楽しんでいきましょう。また会いましょうね。さようなら。バイバーイ。